皆さんこんにちは、高橋明です。今回は石川遼選手の低いパンチショットを見てみたいと思います。515ヤードパー4の2打目です。残りが250ヤード以上ありますので、ここからグリーンは狙えません。林のどこかを抜かなければならないんですけれども、3打目に一番有利な場所を落とすにはですね、このカート道の方向なんですね。そして彼が選んだのは3番アイアンです。この低いところをですね、抜いていくパンチショットです。これですね、ほとんど10センチぐらいしか、上がってないように見えました。そして、非常にいい場所へ脱出してます。左足下がりがかなりきついんで、球は右に置いてますけども、さらに3番アイアンを選んだわけですね。シャフトを短く持って、そして、ロフト角を立ててます。3番アイアンだけでもロフトが立っているのに、さらに立ててますから、実際にはですね、ドライバーあるいはそれ以上の角度で当たっていると思います。そして、フォローを大きく取りますが、低いまま、フィニッシュしてますので、方向も出してますし、高さも低いまま抑えています。途中からスライスするのは、これは球を右に置いた場合には仕方がないことですね。そしてこのショットが、この日最高にギャラリーを沸かせたショットになったんだそうです。皆さんもぜひ参考にしてください。